始まっているのか。こんばんは。あ、始まった。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、乃木坂46のネゴジタショールーム乃木坂、ニャンバーワンが始まりました。はい、うん、水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。はい、そして今日のお相手は伊藤リリアと、はい、中村れのです。お願いします。はい、お願いします。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンになっています。そして初めてショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をお願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散しちゃってください。どっちかわかんないけどはい、お願いします。お願いします。さあ、今日は私たちもスタジオもハロウィン仕様ということで、本日はハロウィン企画盛りだくさんでお送りします。ハロウィンだー。ハロウィンだよ。そう、さあ今日ハロウィンどうですか。え、どうなんかハロウィンの思い出とかある。思い出？なんか僕昔、うん、小学生の時とか、うん、なんか公園に集まってみんなでお菓子をこう持ち寄って交換したのめっちゃ覚えてて。あー、やるね。すごい好きだった。確かにちっちゃい時ね。そうそうそう、みんなでお菓子交換してた記憶ある。なんかマンションとかの人はさ、うん、マンションでさ、うん、ピンポンしてさ、お菓子もらいに行ったりとかしてる子いた。楽しそう、うんうん、どう、れのちゃん、ハロウィンね、うん、でもハロウィン、なんかこの前ほんと友達と喋ってたのは、ディズニーでこうハロウィンの時期って仮装できるじゃない。そうだね、確かに。それ一回ちょっとやってみたくないって友達と話してて、まあ、やったことはないんですけど。なんかハロウィンの季節ってさ、こういろんなテーマパークがさ、そうやってるじゃん。そうそうそう、すごい。それは確かに。いや、でもちょっとどうなんだ、やってみたい気持ちあるけどなんか勇気がないわ。嘘、でも結構この時期に行ったら周りみんなあ、そっか、やってるからこそ、みんながやってたらやれるかな。馴染んじゃう。いや、ちょっとね、人がいっぱいいるからさ大丈夫かなって思って。やばい。さて、今日の仮装、うん、うちらしてますけど。そうなんです。まずじゃあれのちゃんからテーマ。これテーマなんだろう。何わざっくりしてる、めっちゃ和です。和でもね、和服意外となんかさ、可愛くない？うん、可愛い、めっちゃ可愛い、ね、すごい。まあなんかハロウィンだからさ、うん、こういろんなね、可愛い仮装とかもあったんだけど、うんうんうん、まああえて逆にね、逆にね、和風な感じでね。和って感じです。確かに確かに。お面もね、つけてて。そうなんですよ。すごい、それめっちゃ可愛いね。ここにいらっしゃるんです。いいですね。はい、なんかリリアは私服っぽいけど、うん、私服じゃないでしょ、さすがに。私服かな。私服でこれ着てたらやばいけどそう、今日はちょっとシスターになりました。シスター。そう、でもまあ確かに普段モノトーンっていうか黒ばっかり着てるから、うんうんうん、まあ馴染みはある。そう、今日も全身黒だったから、ね、今日全身黒できた。全身黒、頭の先から足の先まで黒だった今日はなんかそういう気分だった。昨日さ、明るい服着てたじゃん。そう、水色、ね、昨日水色着てたからもう今日は反動で黒しか着れなくなっちゃいました。やばい、僕はそんなのがあるんだ。そうそうそう、今日はシスターでやっていきます。はい、はい、ということで、これから2時間お楽しみください。お楽しみください。はい、じゃあ早速ですね、最初の企画いきたいと思うんですけど、まあもうここにあるんですけど、うん、最初の企画はもぐもぐタイム。わーい、イエイ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 。もぐもぐ、この時間は猫舌ショールームの名物コーナー、もぐもぐタイムをお届けしちゃいます。はい、はい、今日私たちがいただくのはこちらにありますが、あります、見ましょうか。せーの、じゃん。おー、なにこれ、なにこれ、すごい、じゃん、かわいい黒猫が、かわいい、ハロウィンっぽい。ハロウィンっぽいね。ちゃんと季節のさ、うんうん、柿とか栗とか乗ってる。あ、確かに、ほんとだ、栗乗ってる。これかぼちゃのプリンかなあ、プリンか、多分そうだと思います。わあ、おいしそう。やったー。ではでは、かわいいかわいい、こちらを食べながらゆるくトークしていきたいなと思います。思います。じゃあ手を
きますか。あ、アルコールしてから拭くんだっけ。そうそう、ここにアルコール消毒があった。これさ、拭いてからアルコールをするのかさ、アルコールをしてから拭くのかさ。え、確かにさ、これ拭いたらアルコールで取れんのかな。拭かれちゃうの拭いたらアルコールって拭かれちゃうのかな。でも浸透するのかな、肌にアルコール。肌に浸透わかんないけど化粧水みたいに難しいね。難しいよね。まあでも確かに、あ、でも確かにお店入るときにアルコールして、うん、拭くじゃん。確かにね。あ、じゃあ合ってる、合ってるかもこんな感じでいいのかな、普段の自分たちすぎない。本当にそう、昨日あれ昨日あれ昨日昨日の私ら、昨日一緒にいたんですよ、うちらがそうそう、だからなんか昨日の今日延長線上みたいな、延長線上みたいな感じ本当に。じゃあじゃあじゃあ食べていきますか。行きましょう。じゃあいただきます。いただきます。はい、どうやって食べよう、下のところを食べればいいのかね。あ、美味しそう。あ、じゃん、いただきます。はい、うんうんうん、えー、なになになに、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うんうん、ね、なんか久々に食べたかもしれない。かぼちゃプリン、かぼちゃプリンじゃないね。ね、ハロウィンだね。確かに、いや、美味しいからね、秋はかぼちゃが。わかる。なんかケーキ屋さんの味がするえ、わかる、わかるわかる、言いたいことわかる。なんかコンビニとかで売ってるプリンとまた違うじゃん、うんうん、ケーキ屋さんの売ってるプリンって、ケーキ屋さんの味がする。わかる伝わるかな、この感じみんなに。伝わってんのかな。でもマジでケーキ屋さんの味が本当に一番いいかぼちゃプリンな感じ。コンビニのも美味しいんだけどケーキ屋さんの味があるんだよ。わかるわかる、ケーキ屋さんの味があるじゃん。え、わかんのかな、うん、これ伝わるのかちょっとわかんないけど、そう、どっちもどっちの良さがあるからさ。うん、久々にケーキ屋さんの味食べた。いいね。うんうん、なんか誕生日も結局そんなケーキも食べずに忘れてて。あ、言ってたね。そう、そういえばなんかね、忘れてたんだよねなんかちっちゃい時ってさ、一番の楽しみじゃん、ケーキが、うん、誕生日の。でもなんかね、最近は忘れるぐらいになっちゃって、なんか悲しいよね。なんかあの、大人になったっていう感じる嫌な部分だよね。子供心がなくなってるって気づいちゃってすごい悲しくなったわ。わかる、最近すごく感じるよ。そう、悲しくなること結構増えたんだよね最近。はい、やだやだ、なんか子供じゃないんだなっていうのが。まだ二十歳なのに。いや、そうなんだよ。みんなは、うん、大人になったねってなりました。そりゃね、もう二十歳だからね。そうだよ。ここの二人がさ、もうさ、うん、そう、成人というか大人。まあね、うん、二十歳超えてますから。20歳、そう、超えてるのがもう怖いよね。怖い。え、あのね、リリアが二十歳なのがね絶対嘘嘘じゃない、嘘じゃないよ、絶対嘘。あ、ちょっと上に見積もってる見積もってない、そんなサバ読んでないです、別に本当になんで、なんでびっくりだもん。認めてよそろそろ。なんか中二のイメージが強すぎて、うん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 、リリアは中二で入ったじゃん、うん、だからもうその時の印象で止まってるの。わかる。でもメンバーそうだよね。そう、めっちゃそう。すごいびっくりだよ。いまだにハズちゃんが、うん、あんなもうすごい年上なんて思えない。20なんだ、23とか2個上だから。そうだね、23、4とかだけど、うん、え、本当にみたいな、まだ高校生じゃないのみたいな。もうハズキがだって短パンでリハしてこないじゃん、リハに。びっくりじゃない。もうそれでさ、大人になったってすごい、うんうん、誰って感じだけど。なんかね、制服のイメージめっちゃ強いから。いつも制服で来てたもんね。そう、制服で来てたから。わかる、びっくりした。すごく、うんうん、びっくりだよ本当に。本当にね短パンでねそう、おしゃれになった、ね、短パンの方がね。わかるね、いいんだよね、夏とかも涼しいし。僕も本当に一番最初の頃はなんかそんな感じだったけど、うん、めっちゃショーパンでさ、うん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 、だっただっと覚えてる。
小学生の時とか好きだったんだよ、ショーパンが。でもみんな履いてなかった？みんな履いた、小学生の時って。わかる。なんか昔のさ、うん、映像ダンスのさ、うんうん、こう振りを思い出すために昔に撮った振り入れの映像を見るんですけど、うんうん、もう若すぎてみんなが。だってもうみんな子供なの、すんごい可動域で踊ってるもんね。もうなんか、もう3番目の風びっくりするぐらいさ、バッキバキじゃない？そう、なんかキックの位置がもうここなんだよ。ここにキックしてるの。すごいよね。確かにすごい。いやすごい、そんな時もあったな。そんな時もあったよ、うん、だってもうだいぶ筋肉痛で帰ってたもんね、みんなで。毎日筋肉痛だった。もう階段がしんどすぎて降りれないとか言って無理無理って言いながら地下鉄にね乗って帰るって。え、でもね、あの思い出のコンビニあるじゃない、あ、なくなってたの。そう、いつも3期生がその練習をしてて、その帰りの通り道に、うん、なんかコンビニがあって、そこでいつもアイス買ったりとか、そうそうそう、なんかご褒美でね、そう、焼き芋買ったりとかしてた。そうしてたんですけど、最近行ったらちょっとなくなっちゃってて。ないんですよ、時代の流れを感じ。でももう6年前とかだから。そっか、さすがにね。そんなだったのか。そうそうそう、なのよ、びっくりだよ。すごいわ。早い、マジで時の流れが。確かにね、本当に。なんかいいのかな、こんな大人になって。いいのかな。大人になっていいのかなとか言ってるけど。本当だよ、まだ子供の部分もあるって信じてる、僕は。ね、7年目だって。皆さんも、そっか、まるまる6年経ったんだ。そうなの、皆さんもびっくり。びっくり、本当にびっくり。そうそうそう。でもさ、なんか5期生とかさ、うん、めちゃくちゃ若い子たちが入ってきたじゃない、うんうんうん、でもあれぐらいの年齢の時に、うん、私らってあれがで、ああいうなんかさ、すごい今の子って出来上がってない？うわ、わかる。わかる。いや、なんか違う、なんか後輩ちゃんは、そう、なんだ、積極性がすごい、なんかもう出来上がってるの、プロなの。なんかね、なんかうちらがさ入ってきた時さ、うん、先輩に一言も話しかけられなくて、めっちゃ覚えてる。どうするみたいな、え、どうしよう、なんかさ、みたいな。広いのにさ、めっちゃ隅っこで3期生の方大集結しちゃう。そう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 、みんなすいませんみたいな、緊張しちゃって。そう、お弁当先取ってください、お願いしますみたいな感じだったけど、結構もう後輩ちゃん最近ね、うん、の子たちはすごく積極的に先輩にこう話しかけてきたりとかしてて、すごい、なんだろう、自分たちとはまた違ったタイプなのかなっていう。いや、時代じゃない？時代なの？だって時代なのか。ねえ、そうか、6年も経ったら。確かにそうかも、もう6年も経ったら変わるよ、若者のタイプも変わるのか、うん、そうかもしれない。すごい感じる。高い、本当に高いね。写真撮ってくださいとかさ言えなかった。でもめっちゃ最近のさ、うん、子たちって結構言ってくれる。確かにね、多いからさ、結構こうふとした時に話しかけられたりするよね。すごいねと思って。だって僕、アスカさんに写真撮ってくださいっていうのも6年、うん、え、でも未だに言えてない。未だに言ってないの？未だに言えてない。嘘。めちゃくちゃ好きだから、うんうん、言いたい気持ちはすごくあるんだけど、そうそうそう、なんかいろいろ考えちゃう。あ、今なんかやってるかなとかさ、かるかるかる、めっちゃわかる。すっごい考えちゃう。深読みしすぎちゃうのよ。うん、わ、うんうん、かるわ。そう。僕そう、この間のツアーがたまたま結構席近いことが多かったから、うん、あ、そうなんだ、たまたまそう言えたんだけど、本当にね。なんかそう、好きすぎて全然言えない。好きすぎると逆にこうなんかためらっちゃうよね。そうそうそう、うっ、なんかね、いや、こんな自分が話しかけちゃダメかもしれないみたいな。めちゃくちゃわかる。そうそうそう、なのよ。まあそんな、でも話しかけられたってことはもう成長したってこと、うん、いや、そうですよ、本当に。いや、大人になったんだよ。大人になったよ。っていう、こういう話をもう一生してる。一生してる。3期生は一生こういう、なんか何年経ったねみたいな、昔はああだったねみたいな、おばあちゃんみたいなのばっかりずっとして。だってさ、いまだにさ、なんかこう、うん、こう自由に部屋
待っててくださいみたいな時もさ、うんうんうん、自由なのに3期って絶対3期でいるよね。そう、なんか集まってきちゃうよね人。2部屋用意してくれたんでスタッフさんが控え室を3期生、うん、じゃあこの部屋とこの部屋使っていいですよって言ったのに、うん、結局1部屋にみんな集まってて1部屋使わないっていう。どんどんみんな来ちゃうの。椅子とか足りてないんだけど無理やり椅子持ってきてここがいいって言ってみんなでいること多いからずっとくっついてるね。なんかね、ねいやなんかね違う最近より、いや確かに最近の3年前とか4年前とかは別にそこまでじゃなかったけど、うんうん、もう6年経つとよりこうずっと一緒にいようみたいな、うん、そうかもしれない、うん、なんかね仲いいよねって。ありがとうございます。仲いいと思うねえ本当に、うん、なんか自分から言うの恥ずかしいからあんまりさ言わないけど確かに自分から仲いいですってそうそうそうちょっと言わないけど言えない。でも言えるぐらい、うん、自信あるわ3期生は。今はもうね、今はもう、うん、すごいよ本当に。そう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 、今しかない時間大事だからね。大事だよ本当に。そうそう、5年目の時からめっちゃ仲良くなったなって思うって。確かに去年、確かに去年、去年のさ、一昨年とかあの単独ライブの時とかさ、もうマジでさ3期生ライブから結構ね団結力みたいな感じじゃなかったいや分かる。なんか3、4期生ライブの時にちょっと深まって、うん、でも3期生ライブバースデーライブの時によりもうグッとなった気が、うん、マジで本当にそうだと思う、うん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 、確かに確かに。ライブ良かった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう多分そんな感じだと思うわ、うん、みんな、あライブ見てくれてる、ありがとうございます。やったありがとねね、ずっと仲いい、いいと思うけどね。いやとってもいいことよ、うんうんうん、ね、こんな話ばっかしてるからもう本当になんかどうしよう、放送テンションじゃなすぎてマジで一生喋れるあれだよねこれはもう本当に本当にずっとね、言っててまたしてほしいって。いやまたしたいよね。でも3期ライブ、いややりたい ね、 ね。なんかあの時はさ、うんうん、配信になっちゃったじゃない。そうだった、そうだった。お客さんこう入れてやりたいよね、うんうん、確かに確かに、ちゃんと目の前で。そうなんかその時もいやお客さんいたらもっとよかったのにねみたいな、すごいさ本当にそうそうそう言ってたから、やっぱ直接見てほしいかもしれない。確かに確かに。ぜひじゃあまあ別に予定ないですけど予定ないけどもしあったらね、ちょっとみんな来てほしいな。ねね、やりたいね。ねえ本当にわそう最近さ、うん、僕が手を叩く声が出たからさ、みんなでそうだクラップしてほしい。そうじゃんそうじゃん、やりたいね。やりたいよね、クラップ。あれさ曲いただいた時に、うん、もうすごいいい曲だって3期の中でなってたけどさ、そうそう、ライブで披露してさらになんかもっと良いってなったことない。そうなの、めっちゃもうめっちゃなんか感動しちゃって、そう皆さんのクラップでも感動したんだけど、こう円になってさみんなの顔見た、うん、見た時にさ、ね、なんか泣きそうになってる顔を見たらもうバーって泣いちゃって、本当にいや本当にやばかった。あれはすごいなんか 今のを表すとすごく素敵な、うん、なんか3番目はさ「ヘイ」ってこうみんながさ言ってくれてたじゃん、うん、でももう今声がちょっと出せない状況になってるから、 それの、まあ、代わりではないけど新しい形としてクラップが来たのがすごい3期生にとって良かったのかなと思う。すごく良かったあれ、うん、びっくり。そういっぱい聞いてください、聞いてくださ い、 いやめっちゃいいもんだってライブ映えする曲だった。いや分かる分かる、あと歌ありが増えていくのがめっちゃ好き僕は。確かにね、だんだん参加していくもんね。そう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 、なんかそれがあんまないじゃん、ない、普通の曲だと。だって久保ちゃんなんてさセンターだからもう全部立ってる、ずっと立ってる全部久保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 、声なくなっちゃうマジでずっと歌ってるけどそうそうそう、なんかそれがめっちゃ好きだわ。わかる、やりたい、またやりたいね、うん、まあ、みんな良かったって言ってくれる。前回聞いた、本当かな本当かな。いや確かにでもリリースされてから結構経ってるから1000回は聞けるかもしれない。確かにね、毎日聞いてたら、毎日聞いても無理だけど1日何回聞いたらいけるのか。10回ぐらい、あー10回ぐらい聞いたら全然いけそうわかんないけど、
そうそうそう、いい曲だって毎日聴いてる。わあ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。 MV が良かったよって。そう、 MV のね、良かったわ。良かった良かったよ撮った後ね、まだ見てないのにさ、完成したの、うん、いやいいよねみたいな、いや言ってて、もうこれは絶対いいってそうなってた。すごい良かったわ。見るたび泣いちゃうって、 ありがとうございます。1000回見た人多いだろ。1000回も見てないだろ絶対。本当にじゃあ再生数を確認しないと。確認しないと確認する、わざわざするの怖すぎるよ。そう、シュート監督だったからね、結構ね、いつもね、確かにね、楽しかったよね、普通に。めっちゃ普通にシンプルに楽しかった、うん、普通に。やっぱでも3期で撮るとやっぱなんだろう、うんうんうん、学校のわかるクラスでいるみたいな感じだから、そうそうそう、すごいフランクな感じというか楽しい、いつもね、うん、ありがとうございますね。ありがとうございます。こんな感じいいのかな、ね、結構不安になっちゃうんだけど、普通に喋りすぎてなんか食べてほしいって言われたもうコメントに食べてくださいって。じゃあ食べますね。あ、そんな感じで大丈夫です。あ、ありがとうございます。お手が来ました。そんな感じで大丈夫だった。栗食べよう。うんふん、もぐもぐタイムなのにさ、うん、普通にずっと喋ってる。おしゃべりタイムおしゃべりタイムになったうんうん、ちょっと喋ってよ、こしゃさん。え、なんかさ、さっきからね、このコメント見ててね、うん、パッて目に入るのがリリア声変わりしたってもうね、なんかね、5回ぐらい目に入ってきてるしたかな。声変わってるように聞こえる。いや、一緒にいるから分かんない。え、どうなんだろう、どうだろう、変わってるようには感じないけど。え、変わってますかどんな風に変わってんだろう、変わってるとしたらね、分かんない。私は分かんない。低くなってるのかな、高くなってるのかな。え、分かんない。まあいいんじゃない。でも僕結構違うと思う、いつも毎回違うと思う。え、日によって声変わるタイプかもしれないいや、なんかなんだろう、やっぱメンバーといる時とかは割と普段いる時、プライベートでいる時とかはもうちょっと多分低くて、でこういう出てる時は結構高いかも。なんて言うんだろう、ほらお母さんが電話出る時わかる。なるほど、なんか放送テンションみたいな。でもわかんない、そんな感じなかった。そんなってない、うん、なんか自分はそんな感じかなとは思ってるけど、感覚は全然。あ、そうなんだ、うん、じゃあそんな感じみたいです。そんな感じですそうそうそう、よそ行きね。そう、よそ行きになってんのかなみたいな、別に意識はしてないけどとは思う。そうそうそう、いや、あるじゃん、お母さん全然変わるやん、だってあれね、わかるわかる。もし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 誰やねんってあるからね。ありますね。そうそうそう、テンション上がるとまあ高くなる、ね、うんうんうん、わかるわかる。そうそう、可愛いってコスプレやったぜ。やったね、ありがとうございます。多分珍しいからね、こじったは多分いつもね制服で、確かにね、やられてると思うんですけど、ね、ちょっとハロウィン仕様ということで、そう、自分で選んだから今回のはこんな感じので、こんな感じのでって届いたやつそうそうそうありがとうございます、見てくれて。ちゃん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 、いや、もうほんとね、なんかダメだ、もう猫舌いつもそうなんだけど、うん、もう普通テンションになっちゃうから誰もね、今この、そうそう、もう私らだけだから、この空間、そうなの、人がいないからもう、え、これでいいのみたいないいんですよ、感じになっちゃう、多分ちょっとじゃあ不安になってきたので次行きたいと思います。はい、はい、さあ続いての企画はハロウィンにやってみたい仮装ニャンバーワン。この時間はもうすぐハロウィンということで、私たち2人がやってみたい仮装をそれぞれ一つずつ発表しトークしていきます。はい、ハロウィンにまつわる
ハロウィンの仮装にまつわる話などをしてくださいという書いてあるんですけど、どうでしょう。どうでしょう。でもハロウィンはした？してない、してない。あ、本当？基本やんないけど。あ、そうなんだ。でもリリアはなんか、まあハロウィンじゃなくてもやってるイメージがある。そう。いやでも僕去年も一昨年も、うん、あんまできてなくて。あ、そうなんだ。そう、なんか生写真とかさ、うん、あ、確かにね、グッズでね、やったりお仕事で着させていただくことはあるけど、最近プライベートで自分はちょっとできてないけど、うんうん、今年こそは、だからこそやろうと思って。あ、本当に、うん、一昨日やろうと思ったやつと去年やろうと思ったやつをちょっと今年はね。なるほどね。そう、やろうと思ってます。まあやんなかったらごめん。一応まあそんな感じで、はい、早速発表していきましょう。はい、じゃあ自分からいきますね、うん、よし。私のハロウィンにやってみたい仮装はこちらです。じゃん、スパイファミリーのベッキーブラックベル。あー、わかるかな。言ってたね。絵も描いた、こっちだ。言ってたわ、そういえば。言ったっけ。うん、そう、スパイファミリーのベッキーちゃん、わかるかな。みんな、みんなわかる。あれだよね、アーニャのさ、そうそう、仲いい女の子でしょ。アーニャの友達の女の子なんですけど、アーニャの行ってる学校にいる同じクラスの子なんだけど、じゃあアーニャはもうみんなやってるから、うん、確かに。もう全世界の人がもう多分今年コスプレでやろうと思ってると思う。多いと思う、めっちゃ多いと思う、うん、人と一緒嫌なんだよね僕が。ちょっとだから、そう、はそのそこからは一個ずらしてみたのね。そうそうそう。あと個人的にすごいベッキーちゃん好きだから、自分が、うんうんうん、似合いそう。だからアーニャではなくてベッキーちゃんをすごいやりたいなと思ってて、候補に今年入れてたんだけど、うん、ちょっとね揃えられそうになくて、あの物が、物が、うん、あ、そうなんだ。ちょっといつかね、ハロウィンではやんないけど、ね、いつかやろうと思って。できそう。でもそうやりたい、マジで。スパイファミリー好きだからさ。そう、アーニャはね、そう、マユタンとかもやってたしね、 YouTube で。確かに確かに。そうそう、だからちょっと違うやつがいいかなと思って、ベッキーちゃんにしました。いいね。ね、じゃあなんか悩んだやつとかあんの、これ、この、これ以外に。え、これ以外になんか、悩んだやつあった気がする。なんだろう。え、なんだっけ。え、でももうやるのはまあ決まってるんだけど、2つね、うん、今年やる、やりたいのは。あとは、うん、でも僕ずっとやりたいなと思ってたのは、うん、あの配給のキャラクター。あー、配給ね。そう、影山くんが好きで、影山くんをずっとやりたいなと思って。あ、はいはい、服も家にあるけど、まあ、まだやってない。似合いそう。本当に、うん、似合いそう。適当だろ、絶対。いや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 、そう、でも男の子もね、男女問わず僕はやりたいから。そうだよね。かというと、そうそう。あとなんだろうね。すごいね。あとはまあエヴァのアスカとか、うん、ああ、まあ定番だけど、定番だけど、好きだから、自分がエヴァがやりたいなと思ったりとか。でも本当、でもいっぱいある。もう好きになったキャラクター全部やりたいから。確かにね。ね。やってみたいっていうあれはあるけど。そう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 。難しいもんね。そうなの。まあ、鬼滅はもうね、禰豆子ちゃん昔やったから。やってたの、なんか見た気がする。握手会の時にやって。懐かしいね。めっちゃ懐かしい。めっちゃ昔だ。もう、そう、めっちゃ前だって。握手会だっていつ。握手会の時だから、すごい前だね。何年前だろう。すごい前。3年4年ぐらい前。すごい。もうそんな経ったんだよ。めっちゃびっくり。なんかすごい最近な感じがする。あと、うん、ポケモンのひかりちゃん。あ、わかる？わかる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 。ひかりちゃんね。そう、ひかりちゃんがめっちゃ好きで、ちっちゃい頃から。そっちね。ポケモンではなくて。いや、ポケモン来るかと思ってさ。ポケモンなわけない。びっくりしちゃった今。さすがにできない。ちょっと無理かも。ポケモンちゃんか。ね、ちょっと難しいから。ポケモンのトレーナーの女の子、ひかりちゃん、人間の子がいるんだけど、うん、その子もすごいやろうかなって思って調べたけど、うん、そう、それもちょっと揃えられそうになかったから。でも世代だよね、ひかりちゃん。めっちゃ世代、ね、世代、うちらもめっちゃ世代。ダイヤモンドパールとか
プラチナの時だから多分。そうだよね。そうそうそう、懐かしい青春。そうなの、めっちゃだからねやりたいなとは思ってた。でもなんかいけそう。でもプリキュアとかよくない？あ、そう、描くか迷ったの、プリキュア。あ、本当に？そう、好きだからね。そう、迷ったんだけど、うん、描いてない。違う描いてないんだ。違う。え、じゃあちょっとレノちゃんの発表してもらおうかな。はい、それでは。なんだろう、プリキュアっぽいなとは思ったけど。そう、キュアホワイトを描くか迷った。似合いそう。めっちゃ可愛いじゃない。めっちゃ似合いそう。ね、まあだけど描いてないです、ね。はい、じゃあ私のハロウィンにやってみたい仮装はこちらです。じゃーん、アナと雪の女王からアナです。あ、なるほどね。あ、はい、これあの冒頭で話した、うん、あのそのディズニーのハロウィンの、あ、はいはいはい、あ、話した時に、そういうことか。そ、友達とね、ディズニープリンセスめっちゃ可愛くないってなって。なるほどなるほど。やっぱさ、女の子って一回は通るじゃない、ディズニーです、うんうんうん、かわいいって。すごいね、好きなイメージなんかあるんだけど。そうなんです。で、この衣装も、うん、あの戴冠式の時の衣装がいいんですよ。なんかね、緑のドレス。あ、はい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 。だから、でも緑の、あ、このこっちじゃなくて、うんうんうん、ドレスの方。あ、なるほどね。確かに確かに。 そっちを着たいっていう。エルサじゃないんだ。エルサじゃないの。エルサじゃないんだ。アナが好き。アナの方がいい。まあ、アナが好き。まあそうね、あの、これ、このアナの声優やられてた方がすごい大好きだったので。確かに確かに。それで好きっていうのも入ってます。正直。でもラブライブかなと思ったんだよね。迷った。それもラブライブが来ると僕は予想してた。おとまげ坂の制服を着たいっていう、うん、まああれもあるんだけど、うんうんうん、なんかさ、制服は頑張ったらいけそうじゃない？まだ無理。全然いける。全然いけるよ。無理なわけないじゃん。うちは制服着てるから、いつでも。でもさ、ドレスってマジで本当に仮装とかさ、こうなんか、あ、なるほどね、そういうとこじゃないと。制服は別にそんな特別感ないってこと。なんか制服だったらやりたいなって思って、うんうんうん、頑張ればなんかこうどこかでタイミングは探せそうだなって思ったんだけ ど、ね、これはドレスちょっと勇気いるなって思って。じゃあラブライブだったら、じゃあ誰がいいの？え、やるの？それはもちろん推しが、あの、私はエリチなので、うん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 、ミューズの、うんうん、ミューズね。髪の毛もね、ちゃんと作ってやりたい。あ、まあ、たまに髪型はさ、ライブで ね、いつもね、ちょっと簡単にだけど、うんうん、似せてもらってやったりとかはしてる、うんうんうん、やってるやってるからね。なるほどね。そうなんです。確かに確かに。いやー、すごい違かったな、ラブライブかと思ったのに。そう、ラブライブもね、好きだって言ってるからさ。そう、プリキュアかラブライブだと思った。ラブライブはもはやなりたい。なりたいんだ、自分が。なりたい。好きすぎてなりたい。スクールを卒業してるからさ、スクールアイドルは目指せないかもしれない。さすがに。ちょっと、うん、スクール。スクールはちょっともう終わっちゃってんだよな。そうなのよ。だからなんかちょっと新しい、うん、なんか、なんかないかな。大学生編みたいな。大学生編みたいな。サークル活動じゃない。確かに確かに。まあそんな感じかな。そうですね。どうだろう。仮装ね。いやでもコスプレなんて言ったらもう気にないからさ、僕なんかやりたいのいっぱいあって。確かにね、いっぱいありそう。そう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 。あ、似合うと思う仮装を聞いてみたらどうですかって、ちょっと皆さんに。聞きたいかも、めっちゃ。確かにね。あ、軽音やりたい、めっちゃ。すごい、一発目でめっちゃ来た。軽音どうなんだろう。髪型的にはアズニャンだけど、僕は麦ちゃん好きだから麦ちゃんやりたいな。あ、チェーンソーマンね。チェーンソーマン僕も好きだから確かに。わ、のび太くんやりたい。え、謎すぎる。え、のび太くんってさ、なんか可愛くない？え、のび太くんやりたい？え、わかる？なんかのび太くん静香ちゃんじゃない？じゃない、のび太くん。なんかのび太くんの、うん、なんかその、なんだろう、こう、ドジ感、うん、すごい好きや。それキャラクター性でしょ。あ、そう、キャラクター性。見た目なるの、のび太くんに。黄色の、黄色のシャツ着て。
のび太くんか、それはちょっと予想外だった。思いつかなかったな、すごい。確かにすごいわ、のび太くん。面白すぎだろそうそう、なんだろう。あいっぱいあるね。いっぱいありすぎて流れてっちゃう、すごい、ね、あ、灰原さんやりたい。確かにコナンの愛ちゃんね、コナン好きだからコナン。あ、そうじゃん、いいな。リリアでも基本的何やっても似合いそう。嘘、なんか何でも寄せられそう。あーでも頑張らなきゃ。ワンピースはね、やったから、うん、昔ルフィ。あ、やったんだ。うん、やった、一番最初にやった。ワンピースか、ルフィ。確かにね、すごいいっぱい。リゼロもね、すごいたくさん。リゼロでも確かに、でもリゼロはちょっとベタ感ある。なんか女の子ね、うん、なんか多いイメージあるかも。エメラム多いイメージ。逆にエミリアちゃんやりたいけどね。そしたらいっぱいあります。セーラームーンはもう舞台やってたから。僕はね、あそうじゃん、セーラームーン。そう、公式をやっぱさ超えられないよ、ね、それは超えられないよさすがにそれは無理だ。いや確かに好きだからセーラームーンもいいかもしれない。マーキュリーね、やってましたね。そうそうそう。あとなんだろうな。すごい、みんないっぱい知っとるな。ね、すごいね。すごいね。いやなんかもう僕はさアニメ好きだからさ、うん、こう見たらさ一生こう喋れるんだけどそうなると止まらないから。確かに確かに。し多分わかんないから。すごい一人の時間になっちゃいそう。モリアーティあったよ。モリアーティって女性で。モリアーティやりたい。僕男性か。男性だけどキャラは普通にモリアーティやりたいな。あー確かに、なんか金髪だし。うんうん。女の子、あああのあれだよ、シャーロックのさお家の、あーなんだっけ名前出てこないけど、なんだっけあれだよね、家主。そうそうそう、家主っていうか管理人、管理人さんだよね。なんだっけ、わかるわかる。でもめちゃくちゃ大家さん、大家さん、大家さん、名前全然出てこないけどすごい懐かしい。なんかね、懐かしい。なんか幽谷のねモリアーティっていう漫画アニメがあるね。そうそうそう、読んでたな。ね、見てたわ。ブンストね、あー京香ちゃんね好きだわ。すごい懐かしい。ブンスト、ブンストね、ブンストも好きだから。ハドソンさんだわ。あーハドソンさん、わーすっきりした、ありがとうございます。そうだ、ハドソンさん。いや確かにハドソンさん可愛いな。似合いそう、めっちゃ似合いそう。ハドソンさんやりたいな。長いスカートだよね。確か長いスカートレトロじゃん基本。うんうんうん、衣装全部似合いそう、めっちゃ可愛い。確かになぁ、どうぞさんね。え、懐かしい。面白い、なんかみんなが言ってくれる。すごいね、いっぱい。ジャンルがいろいろすぎて。いろいろある確かに。及川さんね、配給ね、配給いっぱいあるね、やりたいの。ごと嫁のさ、ニノちゃん、うん、あー、似合いそう。やりたい。ニノちゃん、似合いそう元嫁はちょっと見てる？見てる？もちろん好きだからあれだけど、まあまだ内緒です。元嫁ちょっと内緒です。ちょっと今年内緒です。もうあるんで、もううちに、まあ誰かちょっと内緒です。まあ、まあもう知ってると思うけどみんな。あ、そうなんだ。わかんない僕。まあ、推しがいるから、うん、なるほどね。 それ知ってたら、まあ、知ってるかもしれないけどちょっとまあまあ内緒内緒まだ後嫁はねもう前から好きだから。映画が良かったでしょう。うん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 、とっても。そうそう、なんだろう。あとすごいいっぱいある。
ね、すごい、もうずっと見れるんだけど、うん、すごいね、やっぱその人のマジでいっぱいだよ、おた話になっちゃいそうで怖いから喋れないんだけど、安易に難しいな、リゼ様ね、まあ、僕 VTuber さん好きだから、うんうん、字もめっちゃね見たい気持ちはある、すごいなんかそれはいっぱいできそ う, そう、ね、髪型はね今年ねツアーで結構いっぱいやらせてもらったから、コスプレはでも一回もまだやったことないな、コスプレね、やってみたい、確かにね、わ日暮らしとかもいいな、すげえいっぱい出てくるじゃない候補がすごい、みんな好きなのがいっぱい、4、5キャラやろうよ、懐かしい最近ずっと言ってる、なんかさ、4、5キャラ好きだったんだよねっていう、すごいすごい、なんか話す気がする最近最近さ話してるよね、なんでだろう、4、5キャラ出てくる、最近そのプリキュアが好きだからプリキュアの話になって、じゃあ昔何が好きだったって話になった時に僕が絶対 4、5 キャラっていうの、ね、そう、もうだいぶ聞いた気がする、4、5キャラ、 4, キャラめっちゃ好きだったの本当にめっちゃ好きだった、懐かしい、4、5キャラ懐かしい、なんかじゃアニメ見てた、小学校1年生ぐらいの時にさ、うんうん、みんながこうなんか筆箱とかさ、あ柄の使うじゃん、あったあった、4、5キャラ使ってる人めっちゃいた、嘘覚えてる、マジで、うわ懐かしい、うん、4、5キャラね、なんか僕仲良し大好きだったから、うんうんうん、漫画 の, あの漫画雑誌があるんだけど、仲良しで連載されてて4、5キャラがそれめっちゃ好きだったの伝わらんと、男の人に伝わらんと、わかる、ちょっと世代の方、ね、プリリズが来た、プリリズ好きだったよ、プリティリズム、プリティリズムやばい、うん、キングオブプリズムもね僕好きだから、どっちも男女もどっちも好きだわ、すごいね、プリリズね、いやチャオハね、チャオ派か、分かれるよね、友達はチャオ派だったから友達と交換して読んでたみたいな、あーいいねいいね、うん、いや僕はずっと仲良しだったよ大丈夫かな、同じ世代の女の子にしか伝わらない気がするんだけど、本当にそう、セゴキャラはでも同じ世代の人はもうめっちゃうわーってなると思う、なると思う、多分懐かしいよね、キラリンレボリューションとかね、懐かしい、あ、もう同窓会、同窓会、あ、コロコロコミックも僕は好き、懐かしい、テシカスくんとペンギンの問題が大好きでペンギンの問題のカードをめっちゃ集めてたんです、すごいもう小学生だよ、小学生もう今でもこういう話するのめっちゃ好きなんだよな、わかる、楽しいよ、ね、何気盛り上がる、そうめっちゃ盛り上がる、こういう話するのファンの人とねこういう話するのめっちゃ好きなの、懐かしい、だから一人でこうショールームしてるときはずっとこういう同窓会みたいな話ずっとしてるそう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 、懐かしい、めっちゃ世代だ、そうだよね、ベイブレードね、ベイブレードめっちゃ欲しかった記憶あるわ、やってた、やってた、やってた、マジ、うん、いや僕欲しかったけどね持ってはなかった、懐かしい、うん、めっちゃ懐かしい、いないれね、いないれ見たいな、いないれちょこっとしか見てなかった、僕はダンボール戦記が好きだった、そうね、まあこんな感じでいいのかな、そう、ね、どんどんさ結構出てきたよ、コスプレ関係ない話になってきたもはやもはやだから、全然関係ない、だってペンギンの問題のコスプレしないもんこんな感じでちょっと脱線しちゃったんで続いてにいきたいと思います、うん、ということで以上ハロウィンにやってみたい仮装ニャンバーワンでした、うん、はい、じゃあ次は、はい、次の企画に参りましょう、ハロウィンでポーズを合わせましょう、おー、このコーナーはハロウィンにまつわるお題のポーズを2人同時に行いポーズが揃うかどうかを挑戦するゲーム企画です、なるほど、ポーズを決める瞬間は視聴者の皆さんのスクショタイムチャンスらしいではあるので皆さんどんどんスクショをしてください、こんな感じ、ちょっと、はい、でもどうだろうね、合わせられるかな、まあ、お題がね、お題によりか、お題によるな、まあ、簡単なのだったら簡単かもでは早速、うん、1つ目のお題に行きましょう、
うわ、なるほどね。おお、はいはい、だってこの辺でしょ、この辺で。そう、動かないからこの上半身だけではあるけど、ちょっと待って、え、難しくない？難しいかも。なんか想像してるのが、想像してるその姿が、うん、あのここじゃないんよ。ああ、分かった分かった、ここじゃないのよ。いや、だからね、僕は2個あって、1個はここじゃないけど、うん、もう1個は、うん、まあ、ここでもできる。嘘、ここでいけるやつが思いつかない。え、じゃあここでいけないやつでもいいよ。合わせればいいか。ここでいけないやつはね、ちょっとまずあのお空を飛ぶ練習から始めないといけなくなっちゃうけどもう答え言ってるからダメだよじゃあ分かった。いや、大丈夫大丈夫、でもそれをここで表現すればいいから。なるほど、うん、じゃあそれでは挑戦しましょう、はい、合図をお願いします。3、2、1じゃん。なんか似てない？え？なんで違うの？ほうきでしょ？そう、ほうきだよ。持ってんの？持ってんの？やったやったー、半ば無理やりですが今のは優しかっただけ。そう、いや、ほうきで空飛ぶやつね。そうそうそう、僕はそれか、あの大きい鍋で煮込んでる。あー、なるほどね。どっちかかなと思って。まあでもどっちにしてもこういうことね。うん、まあどっちにしてもこういうこと。ちょっとあんまバリエーションがなかった魔女のうちら。そうね、何があったんだろうね。そう、あともう3、2、1が気になっちゃってさ、めちゃくちゃプリクラ撮るときみたいで、なんかポーズを指定してねみたいなえ、めっちゃプリクラだよね。マジでプリクラ、めっちゃプリクラ。懐かしい懐かしい、ちょっと笑いそうになっちゃったんだけど、はい、じゃあ続いていきたいと思います、うん、お題、お題。あー、まあ、これは簡単だよね、まあ、定番だね。これはね、さすがにいけるでしょ。これはいけます。じゃあもちろん早速いきたいと思います。3、2、1。おお、やったまあさすがにね、まあまあまあ、逆にこれ以外は思いつかないね。なんだろう、お化け、これ以外あんのかな。ガチな方ってこと？ガチな方。これ怖すぎる。髪の毛をさ、こう持ってきてさ、あ、そっから始めない。そっから始めないといけない。まあさすがにこれはちょっと簡単だった。そうね。じゃあ次行きましょう。うん、難しい。うわ。難しい。うわ。ちょっと待って、めっちゃ難しいかも。これむずくない？なんだろう。どうやってやったらいいんだろう、これは。なんだろう、待ってちょっと待って、思いつかない。どうやって。むずいね。ぽいポーズって難しくない？ぽいポーズむずい。これわあ、難しい。なんだろう、なんだろうこれいや、伝わる人じゃないからな。伝わる人だったら分かったけど、ちょっと待って。なんだろう、ヴァンパイアか。わあ、なんか難しいな、バリエーションが難しい。まあ、いきますか。ノリで、ノリででは、お願いします。はい、3、2、1。飛んだ。すごくない？なんで？すごいんだけどすごすぎる。やっぱ伊達に6年の付き合いやってるわけじゃないんだよ、うちら。よく遊びに行ってるからさすがにね。そうだよすごいね。いや、合わないと思った、絶対。すごすぎる。すごい、まあ、これか、これだどれかどれ。これか、これだったけど。まあでもそうなるよね。片方はこれは伝わんないからいいやそうそうそう、やっぱ噛んでる感じね。うんうんうん、確かに確かに、わかるわかる。わあ、いやー、嬉しい。難しい難しい難しい。え、じゃあちょっとまだあるかな。続いてお題、あ、もうないかな、あるかな。あ、あるわ。お、ありそう。え、むず一番むずいでしょこんなの。そうきたのねえ
え？難しい。どうやって？え、難しい。ポーズすんの？え？表現しないといけないってことか。え、難しい？難くない？もうノリでやるしかないってこと。かぼちゃあるけどさ、全然参考にならない。そうなの。難しすぎて。むずすぎる。まあノリでやるしかない。ノリで、うん、お願いします。はい、3、2、1。無理無理無理、これは無理。まあ、確かにこっちもある。まあ、ただ丸みをこう表現したら、丸みを表現しよう、上下になったっていうだけだ。ウケる、上下。無理。かぼちゃ何があんの？かぼちゃ？かぼちゃポーズとかあるのかな？あんのかな？全然わかんないよ。わかんなかった。難しい、これは。どうやったらよかったの？みんな助けて。みんなはどうやって？むずすぎって言ってるんだけど。ないと思う。あ、今度はあの皆さんにお題をもらいましょうということで、何かハロウィンっぽいお題があったらお願いします。あるかな。みんなわからんって言ってるのよ。本当だ、わからない。ゾンビだって、まあ、ゾンビはやっとこう。ゾンビはなんか同じ感じになっちゃうな。まあまあまあ、でもこれはいけるよ。 OK、 じゃあお願いします。はい、3、2、1。やったー。そう、これはさすがにね、これしか思い浮かばなかった、うんうんうん、ゾンビこれ以外にない、多分ないね。さすがにこれはいけたわ。キョンシーっぽい、わかる。キョンシーとの違い難しくない？だから肘を伸ばしてなかったらゾンビで、肘を伸ばしたらキョンシーなのかな。のかな、わかんない。知らん。動けないからさ、キョンシーだったらジャンプしたらいいけど、うんうんうん、ちょっと上半身でやると同じになっちゃうか。難しいね。なんだろう、あとなんかありますか？いや、難しいよな。猫。あー、はい。え、ちょっと待って、猫むずい。まあ、ハロウィンはね、黒猫よくね、見ますから。ついてるし、ここに。ほんとだ。猫と、猫、2パターンだけど、自分から。わかる。わかる。いや、3パターンぐらいあるの、猫。え、3パターンもある？うん。いや、2パターンか。2パターンしかない、僕は。わかんない、どっちだろう。どうしよう。どっちがいい？最近、いや、どっちがいいとか言っちゃダメだけど。どっちがいい？それで伝わんのかな？最近のか、うん、まあ、ベーシックなやつか。ちなみに最近、お互いが思う最近の、うん、にしてみる。にしてみよう。OK。わかった。じゃあ、お願いします。お、揃った。さすがにね。まあね。これはね、最近よく見ますね。わかります。これは。よく。まあ普通のはまあこんな感じ。あ、それじゃなかった。もう一個。こっちだった。それはなかった。なんかさ、キティちゃんがさ、こういうポーズするの。はい、キティって。知らない。そうなの？めっちゃ猫、もうこれだって思って。今これでしょ。こっちだった。これでしょ。普通のこれはなかったな。危ない。そうか、これか。わー、よかった。新しいのにして危な。まあ正解したからといって何かがあるわけではないです。まあそうなんですよね。そうなんです。もうまあもう最初に景品みたいなものをもうもらっちゃってるからさ、特にまあないですけど。はい、まだあるかな。いや、結構やったね。でも結構やったかも。あと1個ぐらいやるかね。なんかあるかな、ハロウィンっぽいやつ。
ハロウィンってでも何があるかな、結構出た気がするな。ハロウィンっぽいのやったもんね。うんうんうん、なんだろう。お、ちなみにシスターだとどんな感じになりますかっていう。シスターカンペがシスターでやるか。じゃあシスター、はい、せっかくしてるから。シスター、シスターかん、3、2、すごいすごい。あーシスターね。あー確かに分かるわ。分かる、どっちもある。いや合うと思ってた勝手にこうじゃないの、分かんない、シスターの概念が分かんなかった。確かにこのシスターに詳しいわけではないけどどうなんだろう。でもこうだと思ってた勝手に。まあでも確かになんかね、なんかなんか礼儀正しい、礼儀正しい感じなのかなって思ってなんて言うんだろう、なんかこう品のある感じね。そうそう、分かるわ分かる分かる、確かに確かに。いやーなるほどね。なるほどね、そっか確かにどっちもあるわ。まあでも結構揃ったと思う。結構僕も揃ったと思う。これがなんか難問正解でこれですみたいなんだったらもうクリアしてるぐらいの正解率ではあったと思うわ、うん、こんな感じでいいのマジでまあやこんな感じで、はい、やったんで。もう結構ハロウィンお題をさ、うん、結構もう出しちゃったから、出し尽くした感、ここら辺で終わりにしますか。はいじゃあ次に行きたいと思います。以上ハロウィンでポーズを合わせましょうでした。はい、はい、じゃあ続いての企画に行ってみましょう、うん、早押しハロウィン豆知識クイズ。おこの企画では私たち2人がハロウィンにまつわる豆知識の早押しクイズで対決していきます。クイズをするだけで明日からちょっぴり賢いキャラになれるような雑学お勉強企画。なるほど。ということでクイズとか得意って台本に書いてあるんだけど、得意なイメージは僕的にないんだけどどうですか。いえ全く本人が得意ですって言ってるのはあんま想像できなかったからちょっと全く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 ってもう自分で言っちゃうのも面白いわまあこれで賢くなったらいいなっていう。まあ確かに確かに豆知識はね増えたらね。そうね、賢く見えるからちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ、早押しボタンが、向こうにあるので取りに行ってくださいと言われ取りに行けるかな。じゃあ僕は行くね。 あ、 ありがとう、うん、じゃあ写しておいてください、レナちゃん。はーい、よいしょ。いやー、よし、すごい、あのクマ、はい、クマちゃんも、あ、ありがとうございます。いいえ、クマちゃんもちゃんとかぼちゃ着てるの。そう、ハロウィン仕様でね、めっちゃすごいよね。すごいよね、いつもだってちゃんとさ、うん、この多分見えてないと思うんだけどね、うん、こういうところに蜘蛛の巣みたいなね、わたわたで作られてるの。でもね、映んないんだよね、全然そうなの、全然映んないところなんだよね蜘蛛の巣ある、白いね、上で。あやしょたんが来ました、はい、イエーイ。じゃあ早速問題いきますか。はい、最初の問題お願いします。ハロウィンは日本で言うと何の行事？はい、はい、え、これ早押しじゃない？早押し、早押しいいよ。お菓子の交換会そうなん？あれ？はい、厄除け。違うって、あ、iPad を伏せてほしいって。あ、忘れた、答えが出ちゃう、答えが出ちゃうから。え、厄除けじゃないの？ハロウィンって日本語で言うと何なんだろう。ハロウィンを日本、ハロウィンは日本で行事、なんだっけ、もう一回見せてください、もう一回見せてください、お題なんだっけ、なんだっけ、ハロウィンは日本で言うと何の行事。あ、日本で言ったらこれですよってこと。え、難しい。え、厄除けじゃないの？日本の行事を思い出して回答した。あ、日本の行事？なるほどね。もともとある日本の行事ってことか。うん、なんだ？お盆。やったー！ええー。や
しいお盆だって。あれだよ、なんかお化けをこう優しく返すみたいな感じだよ。あー、なんかそう、お化けがいたわってくださいってこと。降りてくるから、そうそうそう多分そうだと思う。なるほどね。え、そうなんだ。知らんけど、全然知らない。お盆なんだ。全然違うかもしれない、今の説明がすごい、もう何も分かりません、私たちにはやばいね、ちょっとすごい、やった、正解だ。じゃあ、続いていきますか。かぼちゃに目鼻口を掘り、中にろうそくを灯したものは何？え？ジャックオランタン。はやー。え？知らん？知らん、誰？え？衝撃なんだけど。え、知らない。かぼちゃくんじゃん、ただの。かぼちゃくんって誰なんだよ生命の誕生だよ。いる、ほら、隣にいるのに。ほら、だってこれかぼちゃだもん。ジャックオランタンだよ小学校でも習うって、知らないよ。ジャックオランタン検索してくれてる。あ、いっぱいある。わかるよ、これはわかるよ。このこういうものがハロウィンにあるっていうのはわかるよ、うんうん、でも名前は知らなかったってこと、うん、小学校で習うって、習ってない。習うよ。それは沖縄だよ。沖縄じゃないマジで関係ない。沖縄、東京のが習うでしょそんなのさ。東京は教えてくれなかった。教えてくれるよ。マジか、すごい、名前あったんだね君たち。勝負にならないかもしれないじゃあ続いていきましょう。はい。トリックアトリートのトリート、この場合どのような意味で使われている。うわー、トリートってすごい馴染みのある言葉なのに。トリックアトリートなんだっけな、なんだろう。トリックはトリート、どうですか、なんだろう。トリックなんだっけ、トリック、トリックだっけ。トリックはトリ、トリート、あ、トリートか。なんだろう、なんだ、いたずら、違うわ。トリート、はい、交換。おう、違うの。何、トリックはなんだっけ。うわ、トリート、なんか聞いたことある気がするけど。トリート、なんだ、トリック、トリックオア、トリックはいたずら、いたずら、ん、お菓子。何、惜しい。あ、惜しい、じゃあ違うわ。ね、何、何て言おうとしたのくれって。ああ、くれなきゃいたずらしちゃうぞのくれ。違うんだ。お菓子じゃないの。お菓子の惜しいってなんだろう。お菓子が惜しい、何、洋菓子食べ物、和菓子絶対違うでしょ。わかんないよ。なんだろう。だってお菓子が欲しいんでしょ。お菓子が欲しいの。くれが一番欲しい。くれる。くれなきゃ。言い方じゃない。あ、言い方じゃないって。なんだ。あげる。もう出し尽くしたよ。わかんない、英語に弱すぎる、うちらまずい、英語に弱すぎるよ。どういうシーンで言うか知ってますか。トリックアトリート、ノック。ん、子供たちがどういうシーンで、あ、尋ねる。それは合ってる。どういうこと、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 ノックが合ってるってこと。なおさらわかんないな。玄関先でいたずらか、うん、何々を選んでもらう言葉。いたずらか、何々を、お菓子をあげる。
でもそうだよね。だってだ、ね、いたずらするかお菓子をプレゼントフォーユーするかって話でしょ。そうえ、待って待って、もううちらバカすぎるかもしれない。やばい、わかんない。豪華な何々何々何何何何4文字か文字とか豪華な豪何豪華なお菓子じゃなくてもいい、お菓子じゃなくてもいいわけなんです。え、食べ物じゃないの。食べ物じゃなくてもいい。でも食べ物じゃないって言われた。いや、わかんない。もうやだ。豪華な食べ物はご褒美。豪華な食べ物は惜しい。なんだっけ、ご褒美なんか出てきそう、めっちゃなんか出てきそうなのに全然出てこない。豪華な食べ物は何、豪華な食べ物はがなんでご褒美で欲しいの。今夜のご飯は丸々だね。あ、ごちそう。あ出てきた。あ、もてなし。なるほどね。あ、なるほどね。もううちらはさ、日本人だからさ、トリックアトリートイコールお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。でもそれだったのよ、浸透しすぎて逆に固定概念にすごいあれされてるんだ。へえ、どうやって立つんだ。難しい難しい。うわー悲しい、すごい嫌だ、すごい恥ずかしい。今の英語弱すぎて分かってる人いたのかな。みんな分かってた、ね、ちょっと見てなかったけど。そうなの、コメントコメント全部ためになったね。本当だね、マジでためになった。本当にみんなね、いやすっきりすっきり。お菓子はまあ合ってるけど、まあ、言い方としてまあねちょっと違うよってことね。難しかったって。いやむずいよ、知らなかった。知らないって、よかった。みんな分かっててさ、なんで分かんないのって言われてたらどうしようと思ってめっちゃドキドキしちゃった。すごい難しいですこれは。うんうんうん、そうそうそう、そっかそっか。いやでも僕英語めっちゃ苦手なの。いやほんもう英語一番悪かった。分かんないもう英語、学生の時ノーイングリッシュだから毎日本当にレノちゃんはもうジェスチャーパッション絶対そんな感じで。でもさ、なんかこうしてたら伝わるよ海外で困っても。伝わる、海外行ってもそう、ワンワンプリーズプリーズって言ったらなんとなくの注文できるから。そう、あれで大丈夫大丈夫。そうだって昔そのもう何年も前だけど、うん、あやちゃんと韓国行った時にさ、どっちも英語喋れないし、うんうんうん、韓国語も喋れない、うんうん、くて、どうやって話すんだろうってなった時に、うんうん、なんとなくのそのパッションで生きてたから。いや分かる分かる。僕も韓国昔お母さんと二人で行った時に、うん、まあ、お母さんも全然できないから自分がこうカフェとかに行ってコフィーワンワンプリーズでしかもちょっと韓国語分かるからなんか花プリーズプリーズみたいな。なるほどね、韓国語と英語めっちゃ混ざってるみたいな感じで頑張ってた。難しいね英語って、ね、ちなみに難しい。うん、なんか書いてた。なんか書いてあった今。英語ね、お菓子は英語でなんていうかご存知ですか。お菓子ってなんだろう。お菓子の具体的なあれは、ね、具体的なお菓子ではなく、うん、お菓子全体かえ、お菓子なんだろう。お菓子何個かあります。だって何個かあります。なんだろう。なんだお菓子、スイーツ。ああ、合ってんだ。スイーツはスイーツじゃないんだ。確かにスイーツも正解。おへえ。あとなんだろう。まるまる、まるまる菓子。まるまる菓子とに日本語で言ったりする。ええ、なんだろう。なんかちっちゃい、ちっちゃくなったよ。ほんとだ、4文字でちっちゃい文字が入る。なんだろう、なんとか菓子4文字なんだろう、なんだ。あ、スナック菓子か。あ、そういうことか。
なるほど。なるほどね。わー、勉強す、なんか、なるほどね、学校みたい。それもそうなんだ。勉強が終わったところで。はい、もう一回いきますよ。またこの時間が来た。もう勉強会になっちゃうから。本当だよ。はい、クイズ。では、続いての問題お願いします。ジャッコランタンを窓辺などに飾る理由は、もうだってジャッコランタンを知らなかったんだから、この子。うん、なんも知らないよ。あることは知ってるけど、存在はね。もうやばいよ。かぼちゃは、はい、この補足が来たよ。お化けかぼちゃは、窓際に置きます。うん、なんでだろう。なんで？お化けが窓から来る。うわ、当たっちゃった。当たっちゃった。絶対違うと思ったのに。あ、魔除け、ね。魔除けなんだ。魔除けだよ。だからハロウィンは、え、これって魔除けのためにやるってことじゃん。そうそうそう。あ。なるほど。その、お化けが降りてくる日で、うん、で、まあ、襲われないためにかぼちゃを置くってこと。なるほどね。かな、多分、分かんない。魔除けなんだ。なるほどね。この家は訪問していいですよっていう合図じゃないんだ。え？あの、お菓子をさ、来ていいよ子供っていう。そんなにブン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 言わなくてもさ、ホテルのさ、今日は掃除してくださいとかさ、そう、部屋に入らないでくださいみたいな。違うみたいです。違うんだね。真逆でしたわ。じゃあ続いていきます。はい。ジャックオランタンはもともとかぼちゃではなく何の野菜？え、なんだろう。野菜言ってけばいいの。全部掘れる、掘れる野菜ってことでしょ。確かに掘れる野菜なんだ。何が掘れる？人参。思った。人参、オレンジだから。オレンジだし。ちょっとなんかちっちゃいけど、なんだろう。じゃがいも。うん、じゃがいも掘るの難そうだな。え、嘘、掘れそうだな。え、なんだろう。なんだろう。はい、スイカ。お、掘れそう。掘れそうだよね。うんうん、スイカアートとかあるもんね。あるある。え、なんだろう。海外のだから、海外にあるお野菜なんだ。メロン。野菜なの？わかんない。とりあえずなんか掘れそうなやつ。確かに確かに。野菜だって。あ、これ野菜じゃないのか。メロンは違うらしい。なんだろう。え、掘れそうな大きい野菜なんだろう。ん、全然思いつかないな。おお、玉ねぎ。うわ、ぽいぽいよね、うん、形が。いけそう、いけそう。代理品で。いけない。いけないからブーって言われてるんだよ。なんだろう。え、なんだ、食べたことあるかな。食べたことあるかな、私ら。みんな馴染みあるものなのかしら。海外のすごいなんとかラディッシュみたいなやつだったら答えられないんだけど。え、おー、使えってる。ラディッシュ、ラディッシュ。え、ちっちゃくない？ちっちゃくない？ラディッシュを大根。え、大根じゃないの？ラディッシュって何？ラディッシュってなんだっけ？日本語であるの？あれ、大根じゃないんだっけ？ラディッシュってなんだっけ？あれ？ラディッシュってなんだ？あれ大根だと思った。売ってるものしか見たことないよ。待って、でも根菜？あれ、ラディッシュって根菜だっけ？じゃない？なんだ？なんだろう。え、なん、全然わかんない。え、大根じゃないのか。なんだろう。え、マジで人参じゃん。人参じゃない。人参しか思い、ラディッシュってなんだって思い浮かばないよ。ラディッシュはランディッシュ。2文字。え、なんだ、2文字の野菜。2文字。ネギ。なんだ。頑張れ。そんなのあるの。そんなのあるの。応援されてる。びっくりしちゃった。日本語で何？2文字だよ、2文字。2
前がパッと出てこないもん今も。そうなの。2文字なんだろう。そうだよね、漬物とかだからピクルスがいっぱいあるからラディッシュ。え、だってさ漬物キュウリとか言ったらさキュッしか言えないよ2文字じゃないからねないじゃん漬物2文字梅あ、違いました。梅って海外にあるのかな。確かに分かんない、なさそう。え、なんだなんだ2文字なんだ2文字。めっちゃ当てたい、めっちゃ当てたい。え、カブじゃん。カブだー。あー悔しい。来た。え、なあのさ、うん、動物のさあの生活するゲームでさ、めっちゃカブ、あわかるわかる、買ってなんか育ててたな。カブかわーって言って似てるんだもん、大根とカブって。確かにめっちゃ間違えてた。うわー、うわー、すっきりすっきり。難しいね。難しかったね。カブで代用してたんだ。カブ、確かになんか海外のイメージあるわ、カブ。そうなの。大きなカブとかさ、海外の話でしょあれ。え、日本の話じゃないのあれ。え、海外の話じゃないの。なんかおじいさんとおばあさんがみたいな。おじいさんとおばあさんは海外にもいるでしょおじいさんとおばあさんがなんか海外にもいるでしょ。あの、引っ張っても抜けないから。おじいさんとおばあさん出てくるのいっぱいあるよ。え、怖い。え、なんかさ、ミイラじゃない。なんかもっと可愛らしい。なんか、え、玉ねぎでもやってるじゃん。ほんとだ、すごいすごいすごい、なんかリアルな。へえ、でもかぼちゃでよかったね。よかったよかった、かぼちゃの方が可愛いよ。かわいいじゃあ次の問題、はい、いきます。お願いします。なんと返せばいい。うわ、なんだっけ、昔習ったのに全然忘れちゃった。全然わかんない。あ、トリックオアトリート。なんだろう、なんだっけ。今回は、うん、迎え入れる。そうですね、言われたってことね。うん、言われた側のトリートです。うわ、なんだっけ、 あるんだよね、子供たちを。あるんだよな、迎える側。えー、めっちゃ、何だって、思い出したいけどめっちゃ覚えてない。トリカトリート、 You are welcome なんかでもありそう、ね、ありそうだよね、うん、ぽい。なんだなんだなんだ、うーん、トリカ英単語 OK いやあ、確かに O と K で OK 違うよ、え2単語です。あ2文字じゃんやばい、二単語と二文字さすがに分かってくれよ。なんだろう。うわ、なんだろう。わか、あ、二つか。でも迎え入れるんでしょ。ちょっと待って。うわ、なんか、いや、わかる。なんか聞いたことあるんだけど全く思い出せない。わかるの。なんか今言われた側の気持ちになればいいってことだね。だから言われたらなんて返したくなるかな、うん、迎え入れたい時。でも引き出しが少なすぎる、自分の中に英単語の英語マジでわかんない。英単語の引き出しがなさすぎて全然出てこない。なんだろう、丸。え、これってさ、ハッピーハロウィン。そんななんか簡単な感じだったの？そうなの？え、ハッピーハロウィンってそうなの？答えがそれなんだ。ね。あ、間違えた。ごめんなさい。ごめんなさい。え、なんか普通にさ、ハッピーハロウィンってなんか良いハロウィンをみたいな。そうそう。あ、でもそういうことじゃない？あ、そういうこと？迎え入れた時に言うんだ。オモヤージュみたいな感じなんじゃない？一回二人で練習してみましょう、だって。え、何を？ハッピーハロウィン。じゃあどっちかがトリックアトリック、じゃあ言うね。はい。トリックアトリート。ガチャ。ハッピーハロウィン。ピンポンらしい。これなんだ。すごい。そうなんだ。知らなかった全然。ハッピーハロウィンってそのハロウィンの日を普通になんか言ってるのかな。ね。だから、うん、ハッピーバースデーはお誕生日じゃん。うん、なんかそんな感じで。ね。ハッピーハロウィンかと思ったらそんな感じのノリだと思った。びっくり、初めて知った。全然知らなかった。全然知らないね。あ、次が最後の問題らしい。あら、じゃあ続いて
ファーストですね。ハロウィンで仮装するのは何のため？これはわかる。わかんないんだけど、だいたいハロウィンで仮装するの？これわかるよ。見バレ防止そのなんかお化けにお化けにこの子は人間だよっていう見バレを防止するため。え、正解じゃない？え、正解じゃないの？違うみたい、違うみたい。え、お化けに混じるためだと思ってた僕も。合ってるじゃあ絶妙に違うんだえ、欲しい答えじゃなかったです。だってえ、お化けに混ざるためじゃないの？違うんだ。え、なんかそういう系だと思った。そうだと思う僕も。割れちゃいけない お化け側に、うん、そう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 。え、何、何がある？え、違う。じゃあでも合ってるっちゃ合ってるから、まあそういう系統で考えればいいね。言い方が違うってこと。なんだろう。え、何、なんだ、うん、あ、同じようなニュアンスだけど、うん、人間ってバレないため。わかんない、わかんない、なんだ。お化けからバレないが一番近い。なんでお化けにバレちゃダメ？なんか、なんだろう、なんだろう。お化けに襲われないため。そういうことね。なるほど、悪い霊から身を守る。なるほどなるほど。まあそうだね、まあなんとなく詳しく言い過ぎちゃったのか確かに目的はね、詳しく言い過ぎちゃったみたい、ね、お化けと一緒になっちゃうとダメなんだって。なるほどね、なるほどね。確かに仲間になっちゃうもダメなんだ。お化けに襲われなかったらいい。なるほどなるほど、なるほど。勉強になりましたね。すごい難しい。皆さんのコメント iPad を見ましょう。よいしょ。結構厳しかった。厳しい結構厳しかった。すごいな、すごいなみんな見バレ防止正解お化けに見バレ防止じゃんこれは。もうまあ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 、まあ、言うたら、言うたらね確かにそれはそう。いやちょっと難しかったな。で勉強になりましたね、うん、たくさんね。なかなかちょっと難しい厳しかったけど、ニュアンスの違いですごい不正解にされたけど。あ、点数が出てるわ伊藤さん4点、中村さん1点で伊藤さんの勝利でした。やったー。わー、これ何、点数制だったんだね。あったんだ。僕も全然ポイント制じゃないと思ってた、ね、一応ね、一応数えてくれたみたいです。なるほどね、すごい難しかったな意外とね。結構ね、ね、なんか知らなかった全然。なんかショック、ショックだ普通に自分の知識のなさ本当に、うん、頑張ります。頑張りましょう。はい、はい、ということで、以上早押しハロウィン豆知識クイズでした。続いては質問返しのコーナー。はーい、はい、ということでこちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうというコーナーです。なるほど、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。では、はい、質問コーナーへ行きましょう。ここにね、質問リストが、このリストの中からね、そうそうそう、あるので、この質問の中から相手に答えてほしい質問を選んでそれぞれ質問をし合っていきましょう。なるほど、まあ、質問自体は2人とも答えますけど、はい、どうしよう、何がいいかな。めっちゃあるの、めちゃくちゃある。なんかね、今回いつもよりめっちゃある気がする。すごくギュって文字が詰まっている。こんな文字ちっちゃいのなかったありがとうございます、たくさん、ね、どうしようかな。面白い。何が、何かあったら全然言ってね。はい、あ、じゃあまあ、あの、うん、
まあ序盤ですからね、はいはい、最近のことをリディアちゃんにお聞きします。はい、リトルゾンビガールで全国各地を回ったリディアちゃんですが、うんうんうん、特に思い出に残っている都市都道府県はありますか。めっちゃ回ってたもんね。なんかめっちゃ回った、ね、ご飯でも何でも全国の地方回ったけど、すんごい回ってたイメージ。どこだろう。どこもめっちゃ思い出に残ってるけど、うん、熊本？熊本、うん、行ったことある？いや初めて行った。あ、ほとんど多分初めて行ったんだけど。そうなんだ。熊本。なんかあった？熊本の楽しい思い出。まあ、今回結構招待公演っていう形で、うん、小学校を、うん、こう小学校のさ課外授業とかで舞台見に行ったりするじゃん。ある。あ、あった。そういう感じで小学生たちをこう結構招待してたので、もうお客さんみんな小学生だったんだけど。うん。うん、熊本の小学生めっちゃ元気だった。そうなんだ。一番元気だったのは熊本だった記憶がある。わかるの？その上でさ演じてて、うん、あ、今日の小学生ちょっと元気だな。あ、全然違う。なんか学年もわかる。すごい。高学年なんだなとか、あ、低学年なんだ、なんだなっていうのもわかるし。すごいね、楽しそう。熊本めっちゃ元気だったんだよね、なんかわかんないけど。熊本ってこんな元気なんだと思うぐらい、そう、すごい元気だったから、すごい楽しかった記憶がありますね。いいね、うん。じゃあ行ってみたいさ、県ある、うん、れのちゃんは。あ、日本の中でね、うん、まだ行ったことなくて。行ったことなくてか、うん、どこだろう。なんかこう、なんだろう、首都なさ場所は結構ライブとかで行ったりするじゃない、うんうん、結構いろんなとこそう考えたら行ってるけど、うんうん、どこかな、青森県。おお、なんで行ったことないな多分。青森なんで、理由はありますか。理由は最近リンゴにハマってて。あ、いいね。美味しいリンゴを食べに行きたいっていう、うんうんうん、わー、わかる。なんかさ、蛇口からさ、リンゴジュース出るみたいなさ。そんなのあんの？なんか見た見た。行きたい！テレビで。すごい。あ、首都じゃなくて、都市だった。何都市かっていうね、ライブで回ったりするから。うん、リンゴいいなー。リンゴいいね。確かにめっちゃ行きたい。リンゴ。いろんなね、リンゴあるからね。うん、確かに。じゃあどうしようかな。じゃあ最近の先日開催されたアンダーライブで印象的だった出来事を教えてくださいという。アンダーライブで印象的だった出来事、うん、うん、何でもいいよ。どうだったとか、まあ、普通に感想で。感想、まあでもやっぱなんか今回のライブはさ、うんうん、こう結構派手な演出が多かったじゃない。確かに確かに。こう車幕に映像が映し出されて、うんうん、それとリンクして踊るとか ね、 ね、そうそう、うん、すごく派手だったから、うん、なんだろう、すごいね、なんかやってて楽しかったなって思うのがたくさんあるし、まあ、いつも楽しいんだけど、うんうん、なんかあとまあ曲もね、こう結構いろんな曲、うん、アンダーが曲にとらわれずに、うんうん、いろんな曲やったじゃん、うん、あんまりやらないね、それもなんかそうすごい新鮮で楽しかったなっていう思いで、うんうんうん、確かに確かに、うん、自分アンダーライブちょっと1日しかね参加できなかったんで、舞台とかぶっててやってたから。いやでもそれでも1日だけでもめっちゃ楽しかったし、いやーね、楽しいよね、うん、なんか本当になんだろう、アンダーメンバーのこうなんていうんだろう、仲間感が強くて、わかる、すっごいわかる、仲間っていう感じめっちゃ強くて、なんかそれがすごい楽しかったというか、すっごいわかる、うん、いいなっていう、やっててすごい、なんだろう、うん、いや分かる、楽しかった。もうこのライ今回のライブはもうだって1日目終わった時点で結構足もう、いやもうみんなね大変だったから、うんうん、すごいね、やってる最中は全然そんなことないんだけど、うん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 、終わってちょっと一息ついたあたりから、うん、そうだね、あ、やばいって。今回ね東京に加えてね大阪もあったから、うんうん、いつも以上にあったというかね、日にちが、ね、すごい、でも楽しかったな、うん、楽しかった、うん、またね次があったら楽しみですね。そうですね、うん、じゃあありますか。わーなんだろうな、なんだろう、いっぱい
るからさ、そうめっちゃあるの。だってね、1,2,3,4,5,6 ページある。すごい迷っちゃう。ありがとうございます。6ページもあるわ。どうしよう。1個聞きたいんだけど、うん、ダンスの振りなどすぐに覚えて忘れない抜群の記憶力と、うん、ライブでずっと走りっぱなしでも全然疲れない無限の体力はどっちが欲しいですか？いやもうこれ圧倒的、圧倒的ですわ、うん、はい、じゃあ記憶力か体力かどっちか、じゃあせーので言う、うん、いいよ、せーの、体力。嘘、絶対体力。記憶力がいい。記憶力は、うん、なんかでもすぐ割と覚えれるから、まあ、頑張ればいけるかなっていうあれだけど、体力に関しては正直ライブとかはもうアドレナリンめちゃめちゃ出るから、うん、正直どんな怪我しても気づかないぐらい、まあまあまあ確かに平気なの。確かに、ね、だから別にアドレナリンで乗り越えれるから、記憶力の方が、記憶力あったらさ、うん、ダンスもそうだけど、あ、例えば舞台とかドラマの台本とかも覚えられるし、まあ確かに確かに、なんかいろんなのに使えるなと思って絶対記憶力がいいなと思ったけど、絶対体力、全然体力だった、体力か、全然。なんか歌いながら踊るって割とこう来るじゃない、うん、体力に。まあまあまあめっちゃね。で結構その声ぶれないように歌う時のダンスって結構力入れたりするから、うん、分かるすぐ体力をね消耗してしまうのよ、うん、だからもう後の方になってくるとめちゃくちゃもう必死。確かにね。だからすごいもう体力は欲しい、うーんって思っちゃう。そっか、まあでも分かる、うん、言ってることはめっちゃ分かる。いやね、確かにすごい、いやどっちも欲しいけど。いやそれはそう。どっちも欲しい。そんなもらえるならどっちも欲しいよ。うんうんうん。じゃあれのちゃんはありますか？へ、はい、なんだろう。うん、まあ確かにね、すごいいっぱいあります。いっぱいあります。体力か、あ、今期、うん、みずきちゃんやあやめん、かっきーがドラマに出演していますが、うん、お二人が演じてみたい役柄はありますか？まあ、今後ねやってみたいなみたいな。なんかやっぱさ、うん、リリアもだけどこう、うん、舞台うちは割とこう、ね、たくさん出させてもらってるじゃない、うんうん、だからこういうのやってみたいなみたいな。どうだろう、割といろんな役ね。なんかリリア結構、うん、なんかそのいろんな役やってるイメージ。そうだね、いろんな系統を。男の子になったから ね。そうだよね、性別も超えたし、うん、割と頭のいいキャラもやったし、すごい元気なキャラもやったし、すごいなんかバリエーション豊富なイメージがあるけど、でもヴィランをやりたいなっていう感じ。悪い。なるほどね。どっちかというとやっぱりメインというか、うーん、王道な感じ。そう、ヒールじゃないというか、そう、王道な感じ、うん、とかが多いから。そうだよね、あんまりそういう悪敵の軍団とか。あーなるほどね。そう、例えばバトルものとかだったら、うん、そう、敵のチームの一人とか。確かにね、ちょっと面白そうだな、似合いそう。ダークヒーローとか、確かに確かに。すごいやってみたい、面白そう。面白そう、うん、確かに、うんうんうん、面白そう。やりたいですね。いいね、うん、どう、レノちゃんは。なんだろう、じゃあなんだろうね。でも結構ね、うん、その最近っていうかもうずっとやってるのが、うん、まあ本当にもう王道ヒロインみたいな、うんうんうん、確かに確かに、ずっとこうやってきてて、うんうん、すごい。だからね、なんだろう、難しいな。でもなんかその王道ヒロインはすごい好きなの、うん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 、見るのも好きだし、うん、似合うからね。すごい、なんだろうな、まあ、やりたい、この役やりたいとかっていうのもあるんだけど、うんうん、まだね、年齢的にね、あ、もうちょい大人なんだよね、そのやりたい役は。
いいよ、やりたいって言うだけ言うの。ちょっと大人っぽい役をやりたいってこと？いや、あのね、役はそんなにこう大人っぽいっていう感じじゃないんだけど、全然。でも、その大人になってからのお話だから。あ、設定的に大人だから絶対大人がやっててやつをやりたいってことか。そう、すごい。なるほどね。いいなって。確かに確かに、ね、いっぱい夢が広がるよね。そう、年齢的なものはね、やっぱ僕はもう圧倒的に年下をやることが多いから。いやだって小学生だったし、セーラームーンは中学生だし、でその星の王子様の時はもう5歳ぐらいの精神年齢でやってくれって言われてて。すっごいあれだね、下が多いんだね。手もふれん時も生まれたてだったから、うん、本当に何だろう、赤ちゃんみたいなうんうん、うん、設定的な役すごい多いから、大人はね、まあもう20歳にもうなりましたから、ちょっと大人な設定の役は確かにやってみたいかも。確かにね、うん、確かになんかすごい幼い役をやってるイメージとってもある。まあ身長もねそんなないからさ結構そういうの多いから。確かにね、確かに。なんだろう、あ、じゃあ徐々に旅行やお出かけの規制が緩和されていますが、国内でも国外でも今一番行ってみたい場所はどこですか？うわー、今一番行ってみたい場所、うん、いやもうね、なに？なん、迷うなぁ。あ、迷ってんだ。迷う。何個かある。でも、まあ、同じ地方っていうか、その、同じ、あの、近所？あ、そうなんだ。付近。いいよ、どっちも言って。まあ、シンプルに、こう、行きたい、ずっと行きたいって言ってるのは、うん、まあ、京都旅行。あー、京都はね、うん、もう、うちら、もう、ずっと行ってるよね。いくら言ってるけど。マジ、本当に。本当に、ずっと言ってる。本当に行きたいんですよ。うん、僕も行きたい。なんか美味しい和食屋さんとか行きたい。あー、わかる。すごく。僕はもう神社好きだから、神社めっちゃ行きたい。行きたいなーって一生言ってる。言ってるね。あとは？あとはまああれですよ。もう私もう半年ずーっと行ってるけど、うん、ユニバー。あー、行きたいって。USJでね。確かに確かに、うん、僕も行きたい。もうさ、ずっと言ってる。これもこれもずっと言ってるよね。これもずっと言ってる。マジで1年ぐらい言ってるから。そう、まあ、僕はこれも最近ずっと言ってるんだけど、うん、韓国に行きたい。あー、そうだね。そう、最後っていうか、まあ、1回しか行ったことないんだけど、うん、そう、何年か前に行って、そう、最近ちょっと緩和されてきたんで行きたいなって。自分がすごいね、 K-POP すごい好きだから。そうだよね、すごい行きたい。確かに海外行きたいって毎日言ってる。海外いいね。海外ね、そろそろね行きたい。そう、前はさ、昔はこう海外でさ、うん、ライブとかも結構さ、打ち合わせさせてもらってたからさ、うんうんうん、こう、海外のライブをそろそろ、いつかね、めっちゃやりたい。いいよね、すごい海外。すごい楽しかったの。本当にすごい好きだったから、海外でライブやるの。また、お客さんのこう、雰囲気が違って、うんうんうん、面白かったから、行きたいです。すごい。行きたい。うん。こんな感じかな。こんな感じですね。あとは？あとはありますか？なんだろう。何があるのか。何があるかな。いっぱいあるね。何でもいいよ。すごい細かいことからさ。そうなの、そうなの。すんごい細かいことから結構、なんだろう、大まかな大まかな、大まかなことまであります。幅が広い、すごいすごいよ、だってあの、朝遅刻しない方法だけ来てる確かに、それは大まかだな。いいね。私たちも教えてほしい。でも、遅刻はしないけど、あれだよ、何回もかける、うん、アラームを。遅刻はしないけど、うん、起きるときにさ、うん、あーもう朝かってならない、うん、なるなる。最近全然起きれなくて。そうなんだよ。起きてるんだけど、お布団から全然出れなくて、うん、寒いもんね。30分経っちゃったなみたいな、うん、あ、だから僕はもう分かってるから出れないの、うん、だからもう早めに設定してる。あー、ちょっと早めにね。そう、分かる分かる。すごい早めに設定したら別に二度寝しちゃっても
間に合うから余裕あるように。そうそうそう、確かにそれがいい、いいね、思ってアラームを設定するのはすごくいいかも、うん、それがいいです。うん、アンサーアンサー、それがいいです。そうしましょう。じゃあね、正直新制服寒いですか、袖欲しいですかっていうメンバーかなっていう質問が来てるんだけど、身内から来てるかと思った。身内から来てるようなコメントが。寒いです。寒いね最近ね。最近みんな収録でもみんなこうやって歩いてる。寒いよねって言いながら、もう半袖の季節じゃないからな。早かったよね、なんか、ね、まだまだ暑いなって思ったらさ、すぐ寒くなったじゃん。そう、急にね寒くなったからね、ちょっとそうびっくりしてる。うちらもびっくりっていう感じ、うん、間に合ってないのよ間に合ってないから準備がちょっと冬のね制服ができるの待ちましょう。待ちます、うん、あとはなんかあるかな、なんかあるかな、何がいいかな、いっぱいあるから選びきれないな。逆にいっぱいあるからポン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 言った方がいい。確かに。あ、何？アンダーライブの乃木坂プレイバックファクトリーのコーナーで、うん、れのちゃんは、アムアイラビングも候補にあ、うんうんうん、なっていたと言っていましたが、うんうん、リリアちゃんは低体温のキス以外に何かありましたかって。アムアイラビング、あ一緒や入れてた入れてた、僕も入れてた。そういいなと思って。いやね、そうで2曲あげててさ、うんうんうん、でまあもうそのタイトハグをやったんだけど、うんうんうん、でアムアイラビングできなくて。僕もそうだった気がする。アムアイラビングと低体温と、まあ、あとユカイブレイクとかも入れてたから。あ、僕はもうずっと言ってるから。なんかずっと言ってるね。 それはすごい大好きで、うんうん、だからそう、でも入れてた。アムアイラビングやりたいよね、うん、やりたい。すっごい可愛くない、あの曲。めっちゃ好き。そう、めっちゃ好きなんだけど、そうなの、やっぱりなかなか見る機会がなかったからね、うん、いつかやれたらいいなと。いつかやりたいですね、とっても。へえ、なんだろうなあ、おすすめの秋ファッション教えてください。これは僕が聞きたいだけです、普通に秋ファッションちょっとありますか、ファッショニスタ、レノ様。でも、まあ、今流行ってるのはアームウォーマーじゃない？いやー、わかるアームウォーマーね、流行ってますよね。流行ってる、めっちゃみんな着てる、みんな分かれてる、うん、袖が手袋みたいな。そう、流行ってるね、確かに。お店行ってもやっぱいっぱい置いてあるもんね。あれいっぱいある、すごい。そう、まあ、うちにもあるけどちょっと着てないなんか、うん、なんかさ、上着なんか難しいんだけど。あれ上着着るともうないもん ね。そうそうなの。そう、僕は上着すごい好きだから、どっちかって言ったらアウターの方が好きで、うんうん、秋冬はだから絶対着たいの、上着を。確かに、ね、だからあれ着れなくて、全然着る機会なくて、そのまま着ずにちょっと終わっちゃいそうな気がして。確かに着る機会なさそう、うん、上着好きだったら。僕はベレー帽好きなんで、ベレー帽イメージある。そう、でも今年は2個買ったんだけど、おまだそんな被ってないから、これからいいですね。そう、やっぱ上着と合わせるの好きだから、上着を着れるぐらいの寒さになってほしいの、早く。僕はもう、でももうすぐだよ、もうすぐだよね、きっとすぐもう来る。そうそうそう、もうちょっと15度14度ぐらいになったらすごいちょうどいいなって。そうね、うん、楽しみですね、楽しみ、秋服ね、冬服もね。あとはなんだろう、あとは最近見た映画何ですか、ありますか。ああ、る、最近見た。映画館では見てないかな。まあまあまあ、でも家でさ見れるじゃない、うん、あ、そう言ってたよね、映画すごい見てたって。そう、何見てたっけ何見てた、知らん聞いてない僕は何見てたかまでは聞いてない。いや、めちゃくちゃ見た。あ、映画見てたとは聞いたけど、最近ペットを見た。ペットってわかる？わかるかな？ペット、わかる、わかる。ペットと、あと、なんだっけ、シング？あ、シングね。シングも見た、うん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 、家でね。いいね。あと、なんだろうな。いっぱい見てんね。あと、ダイナーも見た。あ、ダイナー、僕見てない、まだ。めっちゃ見たいと思ってたのに。もうなんか、蜷川さんの世界観がもう、確かに確かに。映像美がね。うん。存分に。最近ヤマトのポケモン見ました。うん、ああ、リアルがパルキアダークライ見ました。ああ、懐かしい。そうそうそう、めっちゃ良かったわ、やっぱり。なんか。いやー、懐かしい、だって世代だもんね。うん、めっちゃ世代だから。
うん、面白かったな。いいな。なんだろう、あと。もうどんどん行った方が多分いっぱい答えられるから。そうですね。答えちゃおう。うわあるかい？なんだろう迷ってんの。あー、じゃあリリアちゃんにお聞きしましょう。歌唱力の抜群のお二人ですが、歌唱の際に大事にしていることは何ですか？シンプルに聞きたい。歌唱の際に？シンプルに聞きたい。歌唱の際に。歌唱の際に大事にしていることは何ですか？まあ気をつけてることでも、まあこういうこと意識してるよーでも、口角を上げるだね。ああ、まあ確かに。シンプルにそれが一番早いよね。早い早い早い。手っ取り早い。口角が下がってると音が、うん、あの低く聞こえるんですよ、ちょっと。確かに。ピッチが合わなくなっちゃったりとかするから、同じ音出しても変わるもん、ね、っていうのをもうずっと言われるから、うん、僕はもう口角を上げるっていうのが本当にもう、確かに大事。もう癖になったというか、大事にしてる。気をつけてるかな。大事ですわ。プロって言われてる。プロだよ。歌手だもんだって、うちら。確かに。歌手だからね。レノちゃんは？僕も普通に聞きたいんだけど。なんだろう。まあ、歌唱中に大事にして、あの、まあでも最近すごい言われるのは、うん、縦のリズム、あ、そのビートをちゃんと曲から聴いてっていう、うんうんうん、そのなんかビートがこういう風に歌ってくださいっていうのをちゃんと教えてくれるから、ね、それに沿って歌ったら、うん、なんかボイトレとかするよりも一番早く上手くなるよって言われて、うん、最近だからちゃんと音楽をオフボーカルで聴いたりとか、わかる、するやってたな、ライブ前は。うん、そう、僕ね、本当にあんま得意じゃなくて、結構早撮りをダンスも歌もどっちもしちゃいがちだから、昔からずっとやってたもんね、自分で。そう、早撮りをしないようにはめっちゃ気をつけてるというか、すごい意識してるかもしれない。でも確かに、なんか大事だよね、音、それなんだろう、メロディーをこう気をつけて、なんだろう、表現できるようじゃないけど、楽譜に全部正解があるから、楽譜をいっぱい読んだ方がいいよっていうのをすごい言われた気がする。うん、曲がね、教えてくれるもんね。作曲者の人がこう意図をして作ってるものだから、うん、音は全部。すごい、たまにさ、変化球なのが途中入ってきたりとかするじゃん。あるあるある。なんか楽器で。そうそうそう。ああいうのとか全部聞いちゃうよね。全部意味があるから。そう、この音はちょっとここだけ違うけど、それはこういう変化がのためでみたいなのすごいしてもらったから、うんうん、そういうのも、まあ、楽譜あるときはね。確かにね。うちらのそういうなんだ、邦楽というか J-POP とかはそんなに楽譜があるわけじゃないけど、うんうんうん、舞台とかのときはね、楽譜があるから。そうだね。あるときは。確かに頑張って読む。僕は全然得意じゃないけど読むの。いや、今までさ、こういうのやるまではさ、一回も楽譜なんて、いや、ほんとそう、触れないよね。触れない、普段の生活で。もうさ、学校の音楽の授業でしか触れないじゃん、うん、楽譜なんて。だからもう、やばい、最初から勉強またしないとみたいな。いや、ほんとにそう。そうそうそう、これは四分音符で、八分音符で、わーみたいな。わかるわかる、取り方変わってくるからね。そう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 、難しいですね。すごい難しい。またちょっと違うかもしれない。普通の人がこう歌を上手くなりたいっていうのと、うちらが、まあ、確かに歌うのちょっと違うかもしれないけど、まあ、テストパス鍛えるのも大事だけどね。そう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 。まあでも口角上げたら多分いいと思う。確かにね、それが、それだけで本当ちょっとじゃん。変わる。そう、それでも全然変わるから、ぜひやってみてください。すごい。プロだプロだ。プロだ。そんなそんなそんな全然ない。あとは、あと2分だって。やばいじゃん、2分だって。いっぱい答えよう。じゃあなんかいい感じの、なんだろう。あ、何？ピザの生地は硬い方と柔らかい方、どっちが好きですか？なんかさ、この前ピザパーティーしようみたいな、みんなで話したじゃん。確かに。だから聞いときたいな。正直どっちもいい。あれだよね、うん、パン生地っぽいのとさ、クリスピーみたいな。
ワード。でもその時の気分によるかもしれない。確かに。どうだろう、じゃあ気分で。気分で、うん。次。嫌いとかはないです、どっちが嫌いとか。まあどっちも美味しいもんね。うん。あとはなんかありますね、なんだろう、私生活の中で身の回りに多い色は何色ですか。え、もう圧倒的なんだけど。水色。そう。確かに確かに圧倒的。だってもう今さインスタもやってるんだけど、うんうんうん、公式でね。あ、そうだね。インスタももう全部綺麗に確かに揃えてる。白水色みたいな感じで。そう、色味統一してます。うんうん、リリアは紫かな。あ、紫なんだ。ずっと好きだから。紫、赤。あ、サイリウムカラー。そう、サイリウムカラーなんだけど。もう好きな色をね。紫、赤、そうだね、とか最近は青とかも好きだけど、うんうんうん、確かに。でも紫、赤のイメージあるかもしれない。紫も赤ももう昔から、ほんと小学生の時からずっと好きだから。すごい、さすが。多いかも。そんな感じで、あ、ちょっとお時間になったみたいなので、こんなところで、終了したいの、したいと思います。質問くれた皆さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとう。はい、ではそろそろエンディングのお時間です。うん、今から感謝を込めて上位の方のお名前をお呼びしたいと思います。まあ、ちょっと電波状況や、ね、ラグなどで見ているものと全然異なる場合がございますが、なるほど、あらかじめご了承ください、はい、お願いします。もうラグはねどこにもありますからね。まあしょうがないっす。なあ、しょうがないっす。ではでは、はい、読みますか。はい、10位しんしんさん、ありがとうございます。はい、じゃあ順番に。はい、9位リリタさん、はい、ありがとうございま す, います。8位七丸さん、あ、れのちゃん大好きだって。ありがとうございます。次、7位、うん、けいちゃんさん、はい、ありがとうございます。次は、え、なんて読むの、ベアンベル、ベアンベルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。5位、はい、ゆさん、はい、ありがとうございま す。続いて、しょうゆさん、ありがとうございます。しょうゆ、ありがとう。3位、うん、むねちゃん、おお、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、あ、山本さん、はい、ありがとうございます。あ、イエーイ。はい、続いてで1位東京バナナさん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございました。ここで乃木坂46からのお知らせです。乃木坂46、30枚目シングル好きというのはロックだぜが発売中です。皆さん、はい、ぜひ聴いてください。続いて、10月31日月曜、樋口日奈卒業セレモニーが東京国際フォーラムの方で行われます。ちょっと樋口さん卒業ということで、頑張ってね、笑顔で見送れるように、ね、頑張りましょう。ちょっと自信ないけど、そう、素敵なね、セレモニーできるように頑張ります。はい、続いて、11月16日水曜、真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD が発売します。なんか懐かしいね、2021って。去年か。去年、なんかもうちょっと前な気がしちゃうんだけどさ。びっくり、ね、そっか、1年か。そうなんです。ぜひぜひ見てください。はい、はい、そして、次回の乃木坂ニャンバーワンは10月26日水曜日の19時から生配信の予定になります。うんうん、次回のメンバーは追って お知らせしますので、ツイッターなどでチェックしてください。はい、また次回の配信を見逃さないためにも、画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。うん、フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。ということで、お願いします。お願いします。で、見に来てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。と言ってもまだ6分ありますということで。意外と早かったね。ね。いや、でも早い、あっという間だよね。なんか2時間だっけ。2時間とか、確か。すごっ。そんな当たってるような感じはしないけど。ね、みんなありがとうございます。びっくり、ありがとうございます。見てくれて遅くまで。すごい、お疲れ様、ありがとう。ありがとう。あ、4万人超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。イエーイ。
ありがとう。スクショタイムお願いしますっていうコメントがいっぱいあるのでやりますか。いいよ。どうしよう。何がじゃあ、お、え、何わかんないわかんない。ストップストップ。そうそうそう。じゃあやってほしいポーズあればありますか。来るかな。ハートハートだって。はい。3、2、1。あ、すごい、2人でハートになるじゃん。イエー、ちゃんと左右逆。そう、ちゃんと左右逆。いいね。続いて猫だって。どっち猫。こっちか。なんかさ、なんかギャルみが。シスターギャルみどうしたの。まずいまずいわ。猫だって。猫猫です。はい、やりました。あとは何かありますか。もうギャル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 って。もうさっきのがギャルだったのよ。いや、猫の手だったの。なんだギャルピースしてくださいって。ギャルピースどんなだっけ。あ、これか、これ。顔隠しがちらしい。これが正解らしい。そう、なんか見たわ。あとはコウモリってどうやってやんの。鳥じゃん。いや、難しいでしょ。でも飛んでるからこれじゃない。ひよこみたいになっちゃう。ひよこみたいになっちゃう。お祈りポーズだって。お祈りポーズ。うん。うん。はい、こんな感じで。はい、あとはまだ3分あります。何がいいかな。みんなどんどん送っていいよ。わあ、ご飯食べてきたよ、だって。かわいい、かわいいね。いいなー。なんだろう。難しい難しい難しいポーズだな。ギャルカボチャむずすぎる。ギャルカボチャ。ギャルカボチャの正解は教えてくれる。難しい。面白い。何でもギャル化しちゃうじゃんね。うさぎだって。うさぎ。うさぎじゃあやるか。はいはい、こんな感じ。あと2分。2分ってどれぐらいなんだろう。まあ意外とすぐだよね。意外とすぐか。あと1分になっちゃった。1分半ですね。じゃあとりあえずご挨拶を。そうですね、ますか。ここら辺で時間足りなくなっちゃうので、うん、ではでは、またお会いできるの楽しみにしています。以上、はい、乃木坂46の伊藤リリアと中村れのでした。バイバーイ。バイバイ。あと何秒あるか分かんないけど。え、切れるまでこれなの。じゃあね。バイバーイ。